コツコツ心って色紙にはよく書いてるんですけども、まあ継続は力なりじゃないですけど、毎日の積み重ねが大事であり、まあ積み重ねがないと、まあ成長はないのかなと思います。素振りについて説明します。私は大きく特別なことをしているわけではなく、正しく素早くということに気をつけながら、ただし教わったことに加えて自分なりに工夫しながらやっています。その素振りを3種類ほど紹介します。まず全身交代正面素振りをやっていきます。まずは正しい構えからまず行うことが大切だと思います。で、気をつけているのは、私肩とか腕に力が入る癖があるんで、なるべく静下丹田に意識を置いて下半身で振るように意識しています。まあ、なるべく大きく動くようには心がけてるんですけど、ただその頭の位置であったり腰の位置が上下することなく、まあ、水平に動けるようなことを意識しながら大きく動くのを心がけてます。上半身ももちろん全く力抜いてっていうのは無理なんですけども、基本的に下半身に意識を置きながら上半身も、まあ、力を入れない程度に早く振るのを意識してますね。体は硬いです。そうそうそう、いいね。よいしょ。しんどいです。これ1日だけ何本ぐらいあるんですか？10本ぐらいです。はい。これ毎日やるんですか？そうですね、まあやらない日もあるんですけども、はい、まあ、いろんなことをするように心がけてます。やっぱり運動の、まあ、稽古のためにいろんな体を、そうですね、はい。なんか心がけてるんですか？そう、バランスよく一応、ダッシュする時もあれば、ジョギングで長時間することもありますし、今日みたいに瞬発系を鍛える時もあります。